じゃあ、初めて接客します。こんにちは、すいません、お願いします。よく来るんですか、このお店は。素敵なお店ですよね。あ、いやいや、質問の答えが違いますわ。これ今から飲むね、俺が。お酒をちょっと飲んでもらいたいと思います。シャンパンゴール始まって今何してんの。生まれ変わって花になりたいって言ってるよ。いいですよ、来てますよ、かけるチーム。これからが、アイドルチームの盛り上げだと思うんで頑張ります。どうですか、調子は。ぼちぼちですね。これからまた追い上げていこうかなみたいな感じで頑張っていきます。ナンバーワンの実力見せたらんかい。おお、あれはシャンパンちゃいます、あれ。残り30分ですよ、今現時点でね、多分ね、かけるチームがかなり引き離してる感じがしますね。もうこのまま行くと久保田君が負けてしまいますね。もっと頑張ってください。3回目の久保田チームシャンパンゴールですよ。いまいち久保田君乗り切れてない状況でね、席座ってます。頑張れよ。よいしょ。これ頑張れよ。ここたちいるの頑張れよ。これギリだぞ。やったここに一言でしょ。これ時間変えるな、完全に。1曲目の どこに行くんだよ。でも
実家に帰るの。なんで実家に帰るの。なんで実家に帰るの。新生児がいっぱいおるわ。新生児じゃない、ホストあれ。ホスト久保田チームやろ。帰ったらいかんやん、お前何してんねん今。ほら、まあ、とりあえず今日の感想は、うん、ええ匂いがした、それだけや。いや、女の子の匂いやろ、それは。何やねん、その感想はよ。あかんって帰ったら何してんの。一応久保田チームやから、お前一個も頑張ってないねん。他のメンバーばっかり頑張ってるから。かけろや、メガネ。無理すなよ。盛り上げてよ、ね、勝たないと。